重品を落としたこと、拾ったことはありますか？貴重品ですか？確か財布を拾ったことがあります。私の家の前にお財布が落ちていたので、それを拾いました。まあ、ちょっとダメかなと思ったんですけども、誰のものか確認するために財布の中を開けて免許証が入っていたので、それを見たら私の2つ隣の部屋の人のものだったので、警察にではなくて直接お渡ししました。お礼を言ってもらえていいことしたなっていういい気分だったんです。ただ、お礼だけでした。というのも、私としては大事な大事なお財布を拾ってお渡しして自分の手元に帰ってきたっていうのはすごくありがたいことだと思うんですね。なので、お金ではなくても何かしらお礼のものがもらえると思ってたんです。なのに、お渡ししてからもう何もなく、ただその場でありがとうございますだけで済んで、私はかなりもやっとしました。見返りを求めすぎたのかなと思って友達に聞いても、それはお礼をちゃんとしない方がおかしいと言ってくれたので、決して私がおかしいわけではなかったんだなと思いました。落ちていたものは直接ではなくて、まずは警察に届けようと思いました。露出狂に出会ってしまった経験はありますか？これは未だにすごく鮮明に覚えているんですけれども、露出狂に会ったことがあるのは中学生の時でした。確か中学2年生の時の学校の帰り道です。友達と一緒に帰ってた時に住宅街を歩いていたんですけど、なんか前から来る多分おじさんがコートを着ていて、その私とすれ違いざまにそのコートを広げて、前を広げて全裸だったところを見せながらすれ違っていきました。一瞬のことで本当に何が起こったのかわからなくて、友達と顔を合わせて、あれってもしかして露出魔だよねみたいな感じで二人で確認しました。本当にすれ違いざまにザッてコートを広げて裸を見せつけてきたので、そんなにまじまじと見れなかったんですけど、とにかくびっくりしました。なんかお家より学校の方が近かったので、その時は。すぐに学校に2人で戻って、先生に事情を話したら警察の人が来て、そこで事情聴取みたいなことをされました。どんな感じで近づいてきたのかとか、どんな顔の男だったのかとか聞かれました。似顔絵を描くためにいろんなことを聞かれたんですけど、帽子にマスクをしていたので、具体的に言えなかった記憶があります。よくテレビで見るようなことを、そういう事情聴取でしたのでびっくりしました。結局犯人は捕まらなかったはずです。